皆さんこんにちは、ミノチャンネルのミノアです。はい、今ここはですね、上高地に来てます。新宿から3時間弱電車に乗って、松本からさらに1時間半、結構長い旅でしたが、上高地に来ました。平日ですが結構人が多くて、ここはかっぱ橋というところですね。はい、もう近く、かっぱ橋の近くにはホテル結構多くて、今ランチはさっきした、あの帝国ホテルでランチをしましたんで、その辺はピッと出たらいいんだけど、ピッとこの辺に帝国ホテルで出ましたからね。さあ、今日の宿泊というか今日の企画は、実を言うと人気の2つのホテルの比べ、1つは白樺荘、白樺荘と、あともう1つが五千尺ホテル、この2つが結構人気なので、さあどっちがいいのかというのを、検証したいなというふうに思います。今日はまず白樺荘の方に宿泊、はい、こちら行ってみましょう。はい、上高地ホテル白樺荘、ちょっとロッジ風ないい雰囲気ですね。チェックインするためにマスクをしましょう。はい、チェックインしまーす。ちょっとリニューアルしたのかな。ずいぶんモダンなホテルだね。これは表とは違って中は非常にモダンなホテル。ここはカフェかな。あ、レストランだね。ちょっとこんな感じ。そんな。はい、チェックインの子ですね。さあ、部屋に着きました。ですね、実を言うと一休で撮ったんですが、GoTo のせいかものすごく混んでて、実を言うと残り一室、最後の部屋だったので、両ホテルとも、ここの白樺荘五千尺両ホテルともに、実を言うと一番お安いお部屋になっております。一番お安いお部屋で比べてみたいなというふうに思いますけど、なるほどなるほど。畳敷き、多分眺めが違うんで値段がお安いんでしょうね。この残念ながらやっぱりこの屋根、景色はいいんですけども、やっぱりこの屋根があるというところがちょっと残念な景色。一番安い部屋、最後の部屋だったんでしょうね。和室の上にベッドがあって、お風呂もこれで行くと、もしかしたらあれかなですね、ユニット系でしょうね。ああ、ユニットですね。もうビジネスホテル的な、まあ多分上高地的な感じは多分これがいっぱいなんでしょうね。218のミノアです。はい、ありがとうございます。218のミノア様、2名様ですね。どこされるんですか。新さんにお願いします。ではお願いします。はい、こんばんは。5時半スタートと7時半スタート。なるほど、はい、はい、おそびります。ということの2部交代制、多分満室のお部屋で2部なんでしょうね、これね。食べるとこ、夕食は多分ここだけなんだろうね。飲み物もいい。はい、はい、はい、どうぞ。お風呂は、大浴場が1個、男性は4人お風呂に入ったらもうギリギリかな、なんて感じのお風呂でしたけど、感染症対策ということで、もう洗い場2人、お風呂2人、4人入ったらもうそこでいっぱいということで、5人目はなんとお風呂の前で並べというホテルで、珍しいホテルですね。食事もこれ感染症対策でこういう並びももちろんいいんですけど、なんか内容が、食事の内容がどんな感じになるか、ちょっとそれでコメントしましょう。ありがとうございます。
はい、ということで、メイン料理にが来ました。まあ、一応フレンチですかね。メインが来るまでにですね、7時半に入って今8時17分、まだ1時間経っておりません。1時間で食事が終わってしまうような感じの、メニュー、ちょっとずっと流しておけなかったんですが、ドン、プチフール、違うか、でサラダ系、でもこれマスだっけ、なんだっけ、ヤマメ、すごい新鮮でヤマメが美味しかった。キノコのスープがあってからの、ホタテ、イワナ、まあホタテ、そしてこのメインという形で、大食いの男性にはちょっと量が少ないかなと、お年寄りが多いんでお客様、ちょうどぴったりなのかなと思います。で笑っちゃうのが、実を言うとこのメニューいいよ、このメニューですね、メニューが、どんこんな感じでメニュー出てるんですけど、なんと、メニューの一つとして、パンと自家製バターなんていうのが入ってきちゃうという、これもちょっと田舎っぽいフレンチの感じですね。まあ山ですからね、本当に一般の車が入っちゃいけない山なんで、もうこれだけ出ればいいんじゃないでしょうか。で味の方は柔らかいということで、めちゃくちゃ美味しかった。味は柔らかくてびっくりで美味しいと。でこのね、パンとまたバターがめちゃくちゃなぜか美味しいというね、という感じで、全然うまくいかない食レポ、まあ、また明日五千尺の方の、ディナーも撮ろうと思ってます。上高地のカッパ橋にいます。ちょっと向こう振ってもらうと、昨日泊まった白川荘、こちら。さあ、そして今日は一日経って、こちら五千尺ホテル、はい、こちらの方に向かいたいと思います。はい、こっちのがちょっと路地風でちょっと趣がちょっとある感じかな。まあ、ここはラウンジ、まあ、実を言うとここで今日ランチをしてしまいました。結構お高いんですけど美味しかったね。ここはね、美味しかった。音楽、ロビーにジャズが流れて、なんかいっぱいあるよ、古いね、昔のこういう建物だったのかな。で、やはりここも残り一室しかなくて、一番お安いお部屋に向かっています。で相当ランク差がついてる模様で、やはり露天風呂付き客室とかですね、昨日のところもあったんじゃないのかな。101っていうところはもう本当に一番お安い部屋っていう感じがものすごくしますね。はい、あ、でもそんなことない、昨日よりいいんじゃないかな、これ。昨日より広いよ。部屋素敵素敵、いいんじゃない、これ川が見えて。値段が、全然いい。うん。はい。どうだろう、先ほどの葉っぱが、あらあらあら、ほらね、ちゃんと橋も見えますよ、一応。うん。で、1階だから遠くの景色が見えにくくて、まあ川沿いが見えるんだけど、まあしょうがないよね。全然一番お安い部屋としても、ツインでいいんじゃないでしょうか。ここも広いな。ただやっぱり同じくユニットバスは一緒だよね。うわ、狭。これはお風呂は昨日よりさらに狭いユニットバスがついていますね。ここは入れない。はい、ということで、夕食またちょっと期待してみましょう。ということで、さすがに山小屋じゃねえや、山だから旅館じゃないので、大浴場は小さいし、ご飯は洋食になると
いうことなんですね。はい、さあ、ご先着のご飯の報告は後ほど。ディナー終わりました。昨日のホテル料理もフリークレンチの感じがしてますね。高級な感じがしますね。味の方もこちらの方が美味しいですけど、ちょっと一品一品動画撮れなかったので写真を見せさせていただきます。こんな感じです。映ってるかな。うん、うん、これが岩菜と青りんごのタルタルですね。じゃあこれは今栗がシーズンなので、お伏せの栗のスープ。紅葉が、まあ、鹿目金時のポワレ。ソースがブイヤベースのソースで、これも美味しかったですね。でこれがメインの和牛のフィレですね。なんて言ってもまたこのデザートはですね、めちゃくちゃうまかったですね。ラム酒と、今日柿ですね、柿を焼いたやつ、バナナ、ラム酒、すごく美味しかったですね。はい、ということでディナーは終了しました。はい、上高地の旅2泊3日が終わりました。これから東京に帰るんですが、今日今回のですね、企画としては白川荘と、こちら今泊まっている五千尺ホテル、両方とも一番グレードの低い安いあのお部屋今回取ったんですが、さあどっちがいいかっていうことを比べてみようという企画だったんですけども、部屋は、五千尺のが清潔だけど、ロケーション的には一番安い部屋じゃないんだったら、もしかしたら白川荘の方が、なんか露天風呂付きもあるみたいだし、あとベランダもついてたりとか、ロケーション的な景色も向こうの白樺荘が勝ちかな、という気がします。食事については断然五千尺、もうグレードとサービス、内容、味も本当に、とても美味しかったです。ここでランチも取ったんですけど、ランチもすごく美味しくて、ケーキもすごい美味しいので、五千尺ホテルは食、温泉についてはお湯は白樺荘、なおかつ五千尺のいけないところは1泊2日の夜11時前で、旅立つ日の翌日はお風呂入れないんです、大浴場に。これがマイナスポイント。部屋のお風呂は両方ともにユニットバスなので、まあ大した差はないんですけど、大浴場といってもここはやっぱり昔ロッジだったんでしょうね。4、5人入ったらもういっぱいの大きさなので、もう大浴場とは言えないお風呂が両方ともについてるんですけど、お湯の泉質も、白樺荘かなということで、じゃあ次どっち泊まるのと、もう一回来たらどっち泊まるって言ったら、いい部屋が取れたら白樺荘、あまりグレードが良くないんだったら、五千尺、そうでもない食事の価値かな、全体全部ひっくるめると食事の方がなんか勝っちゃってるかもしれないですね、五千尺のね。こう次回はこうだな、多分今日今回取れなかったの、帝国ホテルに泊まって、それで大正池を2時間3時間歩くっていうのが1泊で、五千尺に次の日来て、荷物置いて明神の方に3時間以上往復かけて歩く、そして五千尺に泊まるっていう2泊3日を皆さんにはお勧めしたいかな、うん、という感じの、旅になりました。本当に、いい場所なので、山初めての人にはおすすめな歩くところがあるので、ぜひ来ていただきたいなというふうに思います。いい旅でした。